いよいよ世界の神秘を解明する時が来たのね。高野さん、なんだかいつもと感じが違うけど。何を言ってるのよ、二郎さん。私はいつもと同じ。いえ、私の本性はこんな感じという方が正しいかもしれないわね。これが高野さんの本性ですか。これから私はこの鏡を使って世界の神になるの。雛見沢に暮らす人々の体内に住む寄生虫も、人間を操る宇宙人も、その他いろいろ全部、これからは私にひれ伏すなよ。さっきから何を言ってるのか僕にはさっぱりわからないよ。それよりその鏡で僕たちの愛を育もうよ。誰がそんなこと、冗談じゃないわ。冗談じゃないって、そんな。あら、ごめんなさい。そこまで傷つけるつもりはなかったんだけど。あ、だったらこうしましょう。これから私は神になるけど、よかったら二郎さんは神に使える下僕にならない？下僕。ええー、従順に私に尽くしてくれる下僕には私優しくするわ。そうだね。それもいいかもしれないね。高野さんになら、ご奉仕のしがいがありそうだし。でしょ。あ、いや、照れるな。神と下僕のワンダーランド。めくるめく愛と奉仕の世界。うん、これもいいかもしれないな。それじゃ、願いを叶えるわよ。緊張するわね。大丈夫だよ、高野さん。僕がついているから。ありがとう。それじゃ、願いを叶える前に、ちょっと、お茶でも飲んで、気持ちを落ち着けようかしら。二郎さん、お茶をくださる？あ、うん。お茶が現れた。あ、どうやら今ので願いが叶っちゃったらしいね。